どうも、ヒアリセイです。どうも、カイン。今日なんですけども、はい、なんと11月4日発売予定のエアージョーダン1俳優陣のリイマジンドロイヤルなんですけど、まあ僕らもね、すごく欲しいということで、はい、発売の方をかなり楽しみにはしてるんですけども、はい、海外の方ではね、なんと限定アクセスが、かなり特殊な条件がついたままで来てたということなんですけども、そんな特殊な条件がついてるにもかかわらず、はい、とんでもない数が出てきたと。驚きのストック数と。いうことなんですよね。はい、今日そのあたりをね、やっていきたいなと思うんですけども、はい、その他陸情報がいくつかあるんですかね。そうですね。はい。以前紹介させてもらった、クリームとナイキ SB ダーウィン・ローのコラボの続報であったりとか、あとオフファイトとエアホースワミートのコラボのバースティーメイズの発売の情報であったりとか、あといくつかナイキダンクローのね、発売の情報が出てきているのと、あと、トロフィールームとエアジョーダンワーローの OG のコラボについて一昨日やってたんですけど、追加の情報でもう一足出るって話なんですよね。あ、そうなんですね。それちょっとやりたいと思うんですけど、はい、はい、このチャンネルではスニーカーファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のご済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムやってますので概要欄の方にリンクのがありますので気になる方フォローのよろしくお願いいたします。お願いします。はい、では早速なんですけども、はい、US のスニーカーズの方でゲリラ販売で、なんとカクタスプラントフリーマーケットとナイキエアフリー2が発売されたと。そうなんです、ね。いうことで、びっくりですね。はい、この間ね、10月の18日に CPFM のサイトの方で、アパレルおよびこのエアフリー2の方が発売されたんですよね。はいはい。はい、でその後、スニーカーズの方で発売あるのかどうかっていう話をやらせてもらってたんですけど、というのも、スニーカーズでの発売って最近ね、ナイキとカクタスプラントフリーマーケットのコラボで来ないことが多かったんで、そうですね、そうなん、どうなのかなと思ってたら、いきなりね、これアメリカのスニーカーズの方でゲリラ発売されたんですよね。そうなんです、ね。はい、で2色とも発売されてるんですけど、はい、これは日本のスニーカーズのおそらくは可能性はないかなと思ってるんですけど、ね、これって数もかなり少ないっていうのは話もあったんですよね。あ、そうなんですよ。トータルで2万足ぐらいじゃないかっていう話があったんですけど、そうなんですよね。はい、ただこれに関してはちょっとサイズがね、サイズ選びが激ムズなんで。って言いますよね。はい。買うのがちょっと怖いなっていう一足なんですけど、うん、まあ、まさかのスニーカーズの方で、ショックドロップがあったんで、ちょっと紹介させてもらったって話なんですけど。面白い一足なんで、日本だったらちょっと、はい、まあ、狙ってもいいかなと思うんですけどね。まあ、値段も気になりますけど、ね。ああ、そうなんです。3万ぐらいするんじゃないですかね、多分。するんですかね、やっぱり、ね。だと思うんですけど。はい。はい、で続いてなんですけども、トロフィールームとエアジョーダン・ワン・ローのコラボなんですけども、はい、なんか2足出てくるということで、はい、こっちの方が来年の2月の15日に発売ということなんですね。そうなんですよね。最新の、動画の方で、こちらに関しては、トロフィールームとエアジョーダン・ワン・ローの OG に関して、シカゴブロッキングで発売があるっていう話をやってたんですよね。そうですね。はい。で、それ以外にもう1足発売されるらしいっていう情報が実は出てきてまして、動画のスクリーンショットになってるものがちょっと見られたんですけど、マーカス・ジョーダン自身が映ってると思うんですけど、はいはいはい、2つ出るっていうふうに言ってるみたいなんですよね。あ、この動画の中で。で、海外のスニーカー系サイトに紹介されたんですけど、はい。で、1足はこの間紹介させてもらった、エアジョーダン1俳優陣のロスト&ファウンドのシカゴのようなカラーブロッキングで来るっていうことでやらせてもらったんですけど、はいはい、もう一足はその前に出てきてたリークの一足が出るっていう情報になってるんですよ、ね。ああ、そうだ。はい。なんでね、ちょっとこの僕画像見てもらうと、最初に出てきてたリークっていうのは、セールのカラーとブラックのカラーとゴールのカラーが使われてるエアジョーダン1ローが出るんじゃないかっていう話をやってたんですけど、はいはいはい、それもね、一緒に発売される、もしくはリリースされるっていう、もしくはフレンズ&ファミリーになってるかもしれないんですけど、うん、あるっていう話らしいんですよ、ね。あ、そうなんですか、ね。で、今4つ、モック画像映ってると思うんですけど、上段の左と下段の右ありますよね。はい。はい、この2つが今のところ出るんじゃないかっていう話なんですよ、ね。なるほど、なるほど。はい。まあ、上段の左に関しては、シカゴのカラーになってると思うんですけど。リーマジンドみたいな感じで、色がちょっとかすれてる感じになるんですよね。あ、そうなんですよね。あ、まあ、これに関しては、エア上段は、汎用者トロフィールームのコラボの、フリーズアウトの、まあ、ローカットバージョンの。で、それ以外にも、まあ、下段の右を見てもらうと、まあ、以前にもやってたホワイトとブラックとゴールドのカラーが使われるものが映ってるんですけど、出てきてるね、カラーウェイを見てみると、おそらくこれになるんじゃないかって話なんですけど。なるほど。そうなの。まあ、これについてまた続報は分かりしたいですね。こちらの方でご紹介したいなと思うんですけど。はい、はい、で続いてなんですけども、エアジョーダン2のウィメンズになるんですけども、オフノワールということで、こちらが、はい、今年のホリデーシーズンに出るんじゃないかなということなんです。はい、これね、僕見たとき、めっちゃいいカラーリングと、はい、質感だなと思ったんですけども、はい、ウィメンズと、あ、そうなんですね。はい、ね、はい、ナイキの方からこの写真ができまして、おそらく来月に発売されると思うんですけど、うん、見てもらいたいんですけど、
無バックの素材で使われているのはオフノワールと、一部ちょっとはバーガンディのようなカラーといいますか、うん、シューレースの部分にそういったカラーが見えて、でサイドソールの部分がセールのカラーになっているんですよ。そうなんですよね。あ、でアウトソール見てもらうと、アウトソールに通常のデザインが入っているので、これもしかしたら再利用されているグラインドラバーが使われているのかってちょっと思ったんですけど、うん、まあ、カラー的にも本当まあ秋冬っぽいですよね、これね。そうですね。あ、まあ、これに関してはウィメンズの発売展開になるんですけど、うん、まあ、エアジョーダン2なんだかんだって言って今年も結構出ましたね。そうですね。そうなんですよね、うん、今年結局一層も買わなかったんですけど。あ、そうですね。もうエアジョーダン2は買ってないんじゃないかな、はい、まあ、去年にね3足ぐらい買ってるんでね。そうですね。そうなんですよ、ね、うん、はいはい。で続いてなんですけど、エアジョーダン1ローの85ニュートラルグレーですね。はい、はい、こちらの10月の25日に発売される予定ということなんですね。あ、はい、まあ、これに関してはユニオンさんの方で抽選始まってて、はいはい、もう参加してるんですよね、うん、はい、アトモさんの方でも発売があるんですけど、これちょっと小ネタ的な感じで紹介させてもらいたいんですけど、はい、このエアジョーダン1ローの85のニュートラルグレーなんですけど、うん、今回出てきてリークの文章を読んでみると、品質がかなり素晴らしいという感じですよね。お、それはどういった部分でなんですか、ね、おそらく革が、レトロのものより、うん、まあ、85シリーズで見られるようなちょっとだけ革が硬いと言いますか、ちょっと厚めになっている部分であったりとか、うん、だと思うんですけど、うん、あ、よく見るとこれちゃんと1985年の OG のモデルのニュートラルグレイ同様ですね、ちゃんとエイトホームになってるんですよ、ね、なるほど。そうなんですよ。一応俺ね、ユニオンさんが申し込んでるんですけど、スニーカーズの発売に関しては出てきてないんですよね、これね、はいはい、海外のスニーカーズとか見てみると、コールでの発売は出てきてるんですけど、アメリカであったりとかスニーカーズの発売情報っていうのはないんですよね、これ、うんうん、はい、続いてなんですけど、ナイキダンクハイのクロロフィルですね、はいはい、こちらが来年の春発売予定と。そうなんですけども、ね、ナイキの方から交差点で入れまして、うん、これメンズなんですよね。そうなんですね、はい、まあ、カラーの方がホワイトのカラーと黄緑のカラーのツートンカラーブロッキングになってて、うん、まあ、春らしい感じっすかね、これね。そうですね。そうなんですよね。ただね、よくよく考えたらもう結構あれですよね、はい、僕はあのナイキダンクハイ長らく買ってない。あ、僕も買ってないっすね。なんか知らない間に可愛いのになってましたね、はい、あ、そうなんです。もう仲いっぱいになったんかな、はい、まあ、僕的にはあれですね、マックアタック買ってるんで。ああ、そうです、ね、そう。で、まあ、ターミネーターであったりとか、うん、そうなんですよ。まあ、過去に結構ね買いましたからね、ナイキダンクハイ。そうですね。なんか最後に何買ったかもあんまり覚えてないですけど、最後ひょっとしたらレイカーズから買ったかもしれないですね。僕もそうかもしれないですね。はい、で続いてなんですけども、ナイキダンクローの、ココナッツミルクデイブレイク、はい、これウィメンズになるんですね。そうですね。はい、こちらの方がまた春頃発売予定というので、うん、ナイキの方から放射陣が出てるんですけど、はい、カラーの方がホワイトのカラーと、まあ、パープルのカラーで構成されている、まあ、ツートンカラーブロッキングのナイキダンクローなんですよね、うん、これはウィメンズでリリースということで、クソネイチャーなんで、インゾール見てもらうと風車のワークが入ってるんですよね、うんうん、はい、再利用されてるパーツで、まあ、作られてるナイキダンクローになるんですけど、まあ、それの新色で春頃リリースということで出てきてましたね。なんかあのいいカラーだなと思うと、大体ウィメンズのことが最近多いなって気はするんですけどね、まあ、ナイキダンクハイもナイキダンクローもまだ来年結構出るんだなってちょっと思ったって話なんですけど、ね、はい、はい、で、あのネクストネイチャーに続くんですけども、はい、ナイキダンクローのネクストネイチャーココナッツミルクモーキーモーブですね、はい、こちらもウィメンズということで、ね、同じく来年の春発売予定、ね、そうなんですよね、はい、ネクストネイチャーの新作としてナイキダンクローが出ているんですけど、うん、まあ、カラーのがパッて見てもらうと、まあ、ベージュのカラーとホワイトのカラーとモーブって言われる、灰色かかったパープルのカラーが、まあ、スウッシュのあたりの方に使われてるんですよ、はいはい、でアウトソール見てもらうと、まあ、粒状の点が入ってるんで、これ、まあ、再利用されてるグラインドラバーが使われてるネクストネイチャーの新色になるんですけど、うん、これ春っぽいカラーですね、これね。そうですね、はい、うん、はい、続いてなんですけど、ナイキダンクローのユニバーシティゴールドソフトイエローですね、こちらが来年の夏発売予定ということなんですけども、はい、これはメンズなんですよ。あ、そうなんですね、はい、ちなみにね、これはナイキからじゃなくて海外のお店の JD スポーツの方が出てきてる製品ショットなんですよね。あ、そうなんですね、はい、で見てもらいたいんですけど、カラーの方がホワイトのカラーとブラウンのカラーとゴールドのカラーで構成されてるんですよね、うん、はい、スーシの部分はこれホワイトじゃなくて、おそらくちょっとセイムのようなカラーになってるんですけど、うん、はい、まあ、かかとの一部にブラウンのカラーが使われてて、で、まあ、シューレースの部分もブラウンになっているんですけど、でアッパーのあたりとか見てもらうと、まあ、このゴールドのカラーが使われてて、トゥーボックスとサイドパネルの部分は、まあ、ホワイトのカラーが使われてる、まあ、こういった一足が来年末に発売されているので出てきてるんですけど、だいぶ先ですねこれ、まあ、だいぶ先ですし、で、はい、ブラウン多めなんで夏よりも秋かなって感じはね、そうなんですよね、っていうふうに僕も思いました、ね、
はあ、まあ、こういった一足が、まあ、来年夏頃リリースされるということで、おそらくなんですけど、まあ、総括するとね、2024年の上半期もダンクのリリースは多いっていうことですね、これね。そうなんですよね。はい。はい、はい、続いてなんですけども、はい、ホワイトとナイキエアフォースワンミートのバースティーメイズなんですけども、はい、こちら11月25日発売予定だったんですけども、ね、はい、その後情報がアップデートされてるんですか？はい、そのね、11月25日っていう情報が新しく出てきた情報なんです。ああ、そうなんですか。はい、これに関してはホリデーシーズンじゃないかっていう話と、一つ前の動画が、今週やった動画だと思うんですけど、うん、アリカアカウントサイトの方がディセンバーということで紹介してたんですけど、うん、今日海外のスニーカーサイトを見てみると11月の25日に発売ということで出てきてました。あ、そうなんですね。はい、だただこの間ね、フィアレスが、バージュアブローがやってるサイトのカナリーイエローの方で、ラシドオーレスがオバージュになってリストだったじゃないですか。はい、あれ日本で発売されなかったんですよね。そうなんですよね。はい、で今回これね、公式雑誌が出てきてて11月25日っていう情報なんですけど、うん、日本の発売あるかどうかっていうのはちょっとまだ分かんないんですよ。ああ、そうなんですね。そうなんです。まあ来月の話なんですけど、まあ、これについては、ホワイトのカラーとイエローのカラーのツートンカラーブロッキング でかかとの部分見てもらうと、これね、死神のねデザインが入ってるんですよ、ね。そうなんですね。はい、これ別名でグリムリーパーって以前は言われてたんですけど、うん、はい、まあ、こちらの方が11月25日に発売ということでできてまして、まあ、スニーカーズの方で US モードで発売された後にカナリエロの方で発売されるのは間違いないかなと思うんですけど、はい、まあ、日本に来るかどうかですよね、これがね。そうですね。はい、はい、で続いてなんですけども、シュプリームとナイキスリーダーウィンローですね、はい、こちらの方が2024年の春発売予定ということで情報出てきてるんですよね。はい、まあ、以前からやらせてもらってるんですけど、うん、このカラー6500足じゃないかという話なんですよね。少ないですね。少ないですよね。あなたに持ってらっしゃる方の投稿でいろんな角度が撮ってる写真があるんで見てもらいたいんですけど、はい、ちなみにこれってエアダーウィンのローに当たりますよね。うん、ナイキ S3 ダーウィンっていう名前ついてるんですけど、まあ、僕らの時代で言うと、デニス・ロッドマンがエアダーウィン履いてたんですよね。はいはい。はい、なんで、かかとの部分のスウッシュがちゃんと反転してるんですよね、デザイン通りにね。なるほど。はい。で、今回出てきてるのは S3 のまあ、シュプリームとのコラボでローのタイプになるんですけど、また90年代の話をさせてもらうと、僕が95年に、ソリドバスケやってた時に 3-4-3 の割とねエアダーウィン履いてらっしゃる方結構いたんですよ、ね。ああ、そうなん、ね。はい、まあ、そういうの思い出したなっていう話なんですけど、今回出てきてるのはこのセイルのカラーで一部キャンバス素材が使われてるものになってた。インソール見てもらうとレッドのカラーになってて、でホワイトのカラーでシュプリームと入ってるんですよ、ね。はい、こちらの6500足ほどじゃないかということで出てきてたんですけど、それ以外にこれね、他に3色ね展開があるんですよ、ね。はいはい、はい、はい。カラーの方がブラックのカラーであったりとか、カーキのカラーであったりとか、ボルトね、カラーが使われているものが出てくるという話があるんですけど、まあ、ボルトのカラーだったらおそらく黄色のカラーが、ね、使われているようなこのナイキ S3 ダービーのローの方が出てくるんじゃないかという話なんですけど、ブラックのカラーでこれもの出てきてるんですよね。はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、はいはい、まあ、同じと言いますか、セイルと作りがキャンバス素材になっているんですよ、うん、そうなんです。ブラックのカラーにしたらなんとなくなんですけど、分かりにくいですよね、これね。なんか何の靴かなっていうのそうですね、確かに一瞬になってしまうような感じなんですけど、うん、でそれ以外にもう一つね、もう一つ出てきてるんですけど、実物でちょっと見てもらいたいんですけど、おそらくこれカーキのカラーに当たるんじゃないかということで紹介させてもらいたいんですけど、迷彩できてるんですよ。ちょっとカモフラっぽいね。あ、そうなんですよ。これ見たときに、シュプリームとエアジョーダン5のコラボでこういったカモフラが使われてるね、ものがあったんですけど、それちょっと思い出したって話なんですけどね。あ、はい、これもキャンバス素材出てるんですよ、ね。はい、で、ボルトのカラーだけがまだ実物で出てきてないんで、まあ、それで次第ですね、こちらまで紹介されてもらいたいなと思ってるんですけど、はい。はい、で続いてなんですけど、以前から紹介されてもらってる、ジョーダンブランドとトラビス・スコットのコラボの新しいモデルでジャンプマンジャックっていうものが発売されたものをさせてもらってたんですけど、はい、トラビス以外にこれ持ってらっしゃる方の投稿がありまして、はいはい、ただね、これがね、どのモデルでどのスタイルコードに当たるのかっていう情報はないんですよ、ね。はいはい。はい。持ってらっしゃる方のところでちょっと写真見てもらいたいんですけど、よく見ると、これ、タンブル素材が使われているのは、シュータンの部分とベルクロの部分で、それ以外は、ヘンプかキャンバスになってるんですよ、ね。はい。カラーの方がセイルのカラーになってて、ブラックのシュータンの部分っていうのは、これタンブルレザーになってるんですけど、で、ベルクロの部分もおそらくこれタンブルになってるんですけど、まあ、持ってらっしゃる方の投稿で出てきてまして、これが2023年のホリデーシーズンなのか、
来年の春頃に発売されるものになるのかちょっとわかんないんですけど、というのもトラビス・スコット自身がいろんなカラーを履いてて、まあ、よく写真に撮られてリーベで出てるんですけど、うん、はい、今後もね何か情報が出てくると思うんで、こちらでまたやりたいなと思ってるんですけど、はい、はい、なんかこれアウトソールちょっと面白いですね。なんかジャックって入ってるのもあるんですけど、はい、なんかアウトソールがえらいゴツゴツとした感じになってます。ちょっと気になるんで、はい、詳細な画像が早く欲しいなというところなんですけどもね、はい、これねトラビス・スコット以外に持ってらっしゃる方のところが出てきたんで、うん、他にもねもう持ってらっしゃる方いると思うんですよ、うんうん、なんで今後また出てくると思うんですけど、楽しみですね、はい、はい、で続いてなんですけども、エアージョーダン1はい、OG の、リイマジンドロイヤルですね。こちらは11月の4日発売予定なんですけども、はい、そうね、その情報の方がアップデートされたということですかね、はい、これね、はい、僕らの動画の方で今週やらせてもらってたんですけど、やってましたね、はい、US のスニーカーズの方で10月の19日に条件付きの限定アクセスで発売されるっていうのをさせてもらってたんですけど、はい、僕らは絶対来ないなっていうような条件でした、ね、ああそうなんですよね、うん、ちゃんとねその日に発売されてるんですよ、はいはいはい、限定アクセスで発売されまして、その条件付きっていうのがジョーダンは汎用の、 あのパテンドブレッドと、あとエアジョーダン3のホワイトセブンとのリーマジンドをスニーカーズの方で挑戦して2つとも買えなかった人が、まあ、そのチャンスがあるんじゃないかって話だったんですよ、ね、そうなんですよね、そうなんですよ、うん、はあ、で実際に10月の19日にこれ発売されて限定アクセスの方 で、うん、でその際にあの出てきてたピークでストック数っていうのが出てきてるんですけど、これまさかのねびっくりしたんですけど30万足らしいんですよね。この30万足っていうのは、はい、限定アクセスの数が30万足っていうふうに書いてたんですよ、ね、ということは発売される数でももっとってことですもんね。あ、そうなんですよね、うん、はあ、でちょっと次の写真見てもらいたいんですけど、うん、これ今回限定アクセスなんで、うん、あのゲリラドロップじゃないじゃないですか。そうですね、はい、条件付きで買えるんで、あの一般の方がいきなり買えるっていうわけじゃないんで、うん、やっぱりそんだけ数が多かったということですぐに売り切れてないんですよね、これね。まあそうですよね、そうなんですよ、うん、はい、でおそらくなんですが、これ30万足全部売り切ってないと思うんで、いっぱいリリースに残ってるんじゃないですかね、これね。あ、相当な数出てくるでしょうね。だと思うんですよ。あとね、これアンケートで海外のスニーカー系サイトがやってたんですけど、うん、これ欲しいかっていうアンケートに対して、大体フィフティフィフティぐらいなんですよね、これね。あ、海外ではそんなに人気がないということなんですよ、ね、はい。なんで、技術の方でもね、実は値段上がってないんですよね、これ。あ、そうなんだ、はい。以前紹介した値段より少しだけもしかしたら確か下がってたと思うんですけど、うん、そんな感じみたいなんですよね、これ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。で僕らが狙ってるね、これ11月4日発売、海外のスニーカーに来てるこのリーマジンのロイヤルなんですけど、うん、日本に来てるんですよね、これね。そうなんですよね、日本のスニーカーズもやっと出てきたということですね、はい、11月の4日にこれ抽選でっていうことで来てるんですよね。でもね、日本のスニーカーズっていつもギリギリとか、はい、まあでもそんなね早めでことないんですけど、はい、2週間早く出てるということはちょっと気になる、はい、ということはっていうふうにちょっと思ってるんですけど、案外出てきているんで、うん、まあ、スニーパスであったりとかこの間のねスニーカーズスタッシュとかあるんじゃないかなと思ってるんですけど、ね、そうですよね。今まででも結構あの数を多く作ってるものは早めに登録されて早めになんか限定アクセス来たりとかね、はい、そういうのありましたからね。そうなんですよね、はい、でしかも、12月に毎年発売されるエアジョーダン11に関しては数が多いんじゃないかということで、前倒しのねゲリラ発売であったりは限定アクセスとかあるんですよね。ありましたね。そうなんですよ、はい、なんで今回これアメリカのねスニーカーズの方で、限定アクセスで30万足ぐらい用意されてたっていう話があるんで、これ絶対数多いと思うんですよ、これ、うん、全体のね母数はそれは多いんやろうなっていう気がするんですけど、アメリカのね、はい、うん、ただなんか日本ってなんか数いつもなんか赤い多かっても少ないなみたいな時があるの で、ね、こればっかりはちょっと日本どうなるのかなっていう感じですよね、はい、日本の方では数が少なくてかつては無理切れると思うんですけど、うん、そうなんですよ。結構早い段階で日本のスニーカーズも来ているんで、これちょっと最近で僕スニーカーズのあんまお昼とか見てないんで、うん、ちょっと気にしておこうかなっていうふうに思ってますけどね。なるほどね。そうなんですよね。はい、まあ、この間のね、サテンブレッドみたいに大阪でねスニーカーズサッシュやったらどうしようかなっていう感じなんですけど、間に合わないです、ね、平日にね来られるとねっていう感じなんですよね、これ。いや、平日というか、はい、まあ、お休みの日やったとしても、はい、間に合わないでしょ、まあね、着替えて、そうなんですよ、ってなったとしても。まあ、1時間以上絶対かかりますよね、梅北に行くのにね、うん、絶対1時間かかりますね。そしたら間に合わないですよ。そうなんですよね。はい、少し前の話になるんですけど、2017年にこれ、うん、エアジョーダン1汎用 G のロイヤルって発売されてるんですよね。その時も1日前倒しでアメリカの方には早期アクセスということで発売されてるんですよ、うん、あ、
そうなんですね、はい、4月の1日が一般リリースで3月の30日にこれスニーカーニュースの古いニュースなんですけど、うん、早期アクセスで発売されているんで、うん、まあ今回出てきているね、リーマジンのロイヤルの方も、まあそういったことは日本でもあればいいなって話なんですけど、そうですね、はい、まあこの2017年の話っていうのは、まあアメリカのね話の記事の方を使わせてもらっているんですけど、うん、まあそんなねこの2017年に発売されたロイヤルに関してフットロッカーさんの方でなんかバックドアがあったらしくて、あ、そうなんですか、はい、それに似た記事があったんでちょっとついでにご紹介させてもらいたいんですけど、うん、店舗マネージャーの方がもう発売された日に店舗に来られてるお客さんにもう売り切れましたっていう風な報告をしたのにもかかわらず、他の従業員が言ってたらしいんですけど、6足ね裏にまだ残ってたっていうことがねあったんですよ。ああ、そうだ、はい、でおそらくそれはまあその店舗マネージャーの方がまあね6足、まあ、バックドアするためにおそらく保管してたんだろうっていう風なことがあったらしいんですよ。ああ、なるほどね。そうなんですよね。はい、今回はね、数も多いし、はい、で、まあ、二次流通でも現段階でそんな値段ついてないということから、はい、まあ、あんまりそんなね、なんか横流ししてもなんかうまみないんかなという気はしますけど、ね。ああ、そうなんですよね。はい、また今後ね、何かの情報が出てき次第、はい、こっちでも紹介できたらなと思うんですけども、はい、まあ、日本でもね、限定アクセスだったりとか、はい、スニーパスだったりとか、スニーカーサッシュとかね、はい、なんかちょっと来てくれたら嬉しいかな。できれば限定アクセスがいいですね。ああ、まあそうですね。はい、はい、落ち着いてなんか申し込みしたいし、ね。ああ、そうなんですよね。はい。まあ数もね、はい、日本もたくさん来てくれたら嬉しいんですけどもね、まあ、そのあたりもちょっと期待していろいろと情報出てきましたら、はい、こちらで紹介できたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。はい、ヒアレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.